11月30日月曜日の天気をウェザーニュースキャスターの檜山沙耶がお伝えします。月曜日は西高東低の冬型の気圧配置、日本海側を中心に雪や雨が降りそうです。詳しいお天気をアイコンで見ていきましょう。山陰や近畿北部ではにわか雨が心配です。雲の様子にお気をつけください。また北陸は JPCZ の影響で雨が強まる恐れがあります。短時間で強まる雨や落雷、突風にご注意ください。東北日本海側や北海道は雨や雪が降ります。北海道内陸を中心に雪の降り方、積雪の増加に注意をしていきましょう。その他広く見ていきますと、西日本や東日本の太平洋側では広く日差しが届いて穏やかな空です。日中の気温は予想最高気温、晴れるエリアを中心に15度前後、空気も冷たいため防寒を徹底してください。東北や北海道では一日を通して寒くなりそうです。お体に気をつけてお過ごしください。以上、天気をお伝えしました。